はい、どうも皆さんこんにちは。ピオツキチャンネルオープン主のピオタです。さあ今回もスプラトゥーン3バイトやっていきたいと思います。今回やっていく武器ステージもこちらです。ドンピコ闘技場にてケルビン525ノバブラスタースプラスピナーのスプラチャージャーでやっていきましょう。それではスタート。さあスプラチャージャーってそういえば何ダメージなんだろうと思いつつ、私は今からダメージ確認ができるかどうかのタイマーで、あーミスト、あパシパシが確か50族ってことだけは覚えてんだけど、フルチャージ400だっけかなと思って、どうだったかなと思って。ちなみにリッター600に、さあやっていきましょう。ドンピコ闘技場もだいぶさ、なんか気が楽なステージの一つではあるよね。最初はさ、このインクレールがと思ったんだけど、逆に考えてインクレールがあるからこそ、あの塗ってなくてもある程度の移動、ある程度の移動が確保されているんで、嘘だろ。嘘だろおい。よいしょ。よりによってこの時をチャージャーで過ごさなきゃなんねえのかよ私。ダメか、唯一の救いはノバいることだな。これなんでこの速さに落ちてしまうのかね。まだ納品には多分足りてねえから私がなんとかしてますが、あと8個か。嘘だろ。この3人の中で、しかも一体どこに向かって撃ってんだあいつ。もう私ここいる以外の選択しねえよ。頑張って生きてくれ。ナイスナイス。マジマジ危ねえよ。怖え。まさか初手でこんな。頑丈だ。天変地だ。天変地の赤毛がカノンだし、どうしてくれんだこれ。いやむしろ3人ともキャノンに入れば火力不足を補えると考えればいいのでは。ノーバーンきちんとしたとこで欲しかったな。ちょっと私納品係してきます。あ、ダメですね。仮面助けて。ノバの足元塗りが死んでた。ただそれだけ。許して。お前取らせる。ものはない。うえー、いろいろと来てる。やばいやばい。なっ、バイ。チャージャーかよ。よりによって生き残ったの。メガホン。いやもう周りに集まりすぎちゃってて、ごめん勝手に行って。おいこんなの無理だよ。無理だよ。もうすげえよ。今地声から裏声に変わる瞬間が繊細に記録されてた映像が出来上がったぞ。もうつって、あーこーれや
やきついよ。はいいと思ったらむしろ全員ドスコイだから単純に火力がえぐ単純に火力がえぐい。いやしかもね、崩れた要因の一つに私がモグラにしょうもなししたことがあるからちょっと申し訳なさはあるね。いやーモグラの練習させてくれよ。ここでこの武器でのモグラの練習させてくれ。ブラスターは一応撃った瞬間には足元塗りは発生するんだけどね、撃ってから動くまでが遅すぎる。今度は落ちないでくれよ味方タコ連合。マジ今度は落ちないでほしい。よろしゅう頼まノーパブラスター、よろしく帰ってくる。ありがてえです。いい職場環境だぜ。そうこいつで壁塗りすんの無謀だね。あ、やば、あざ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 、あーどうも来てくれるんだったら一緒に巻き込むだけ。なんか後ろいるな、頭かこれ。よいしょ、うん、やってやられて片刃落としたのは偉い気もするが、それで死んでちゃ元も子もねえな。大迷惑でやってますね。いける？ありがとう。ナイス。上登れるかな。結構真面目に納品どう？あと17個。にしたスペシャル切ったね。ブラチャージャー自己犠牲のもとに成り立つ利益はねあまり享受できないよな。ということで私はあんまり自己犠牲をせず、リスク自己犠牲することで得られるリスクが多大な場合のみリスクを負うことに、あばばばいてる、やばい、あれやべえ。はいはい、307ダメージ。これこいつ300だ、ドスコイやれねえ。マジかよ、ダメージ確認する方法が。あいつに2発ダメージを与えればと思ったら、あ、ダメージ入っちゃってるわ。体力600組に2発でやれればいいかなと思ったけど、ダメか。はい、かけてますね。結構迷惑かけてますね今回。さあスプスピ、あー待った、ある意味前回のトラウマみてえなもん。前
回 CC ルイルイすぎたんだよね。さあ最終ウェーブちゃんと忘れずに使っていきましょうね。スペシャルマジ抱えながら終わるのがもったいないからね。物によって使わなく、むしろ使わない方がいいやつもたまにあるけどさ、例えばカニタンクとかをさ納品したい盤面とかに使うのはダメだしね。はーい、ナイスチャージャー。はい、パンパン。まっ、うまーい。ふっ、いけるかな。オッケー。さあ、あれどうする。あれダメ、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 あれダメ。やっべ、あれ、おー、狙い。やべやべやべ、あれどこ、あ、いたわ、そこか。いやー待って、もっともっといろいろ。あー、ナイスボッチャンコ。パワーはよろしく頼もう。入ったか、入った入った入った。いや、よろしく頼んでいたはずなのに入ってないじゃん。やっつめましたなこれ。やべ、鮭の数多すぎて。鮭の数多すぎて、あそこ重い。落ちてる数さえいければ。うっ、オッケー、ありがとう。ケルビンがいて。最悪のタイミングで誰も言ってねえよ。心機一転頑張れよ。え、行くよ、頑張ろう頑張ろう頑張ろう。笑える、こりゃえぐいわ。あ、マジ？オッケー。いやースライドして、ちょっと、あ、ミスった。ここのインクレールは効いてねえな。あ、ならちょうどいい。やれるものもねえから、これはこれで打ちましょうか。なあ、下手くそ。さっさと打っとこうか、これ。うわ、ちょ、え、違う。ああ。やりたかったやつと違う。もう一旦ここやるやる。おお、巻き込むな巻き込むな巻き込むな。だけど。ナイス。まさか行くとはな今の。いや、私生きてて結果的にガチ良かったじゃん。え、これ僕生きてたのマジでさ、ファインプレイじゃない？スライドでさずらしてうまく生き残ったの、マジモンのファインプレイじゃん。よっしゃ、まさか勝てるとはね。そこまで HP 削ってくれてた味方さんに大感謝です、マジで。いや、マジかよ。これびっくりですね。スプラチャージャー振るったら、やっぱ300か。お前、パシパシは50。うん、正解だね。ダメージの感覚は合ってるね。ノバ140、200だよね。200と。うん、そうだね。で、35で45、70だから。うん、今回ある武器の中では。
1番の火力は持ってんだけど、リクターの半分なのか。400あってよかったと思うけどな。体力1200組にはさ、確定数1減るからさ、ダメージ400あってよかったと思うんだよね。ダメなのかね、ドスコイもワンパンできるようになるし。さあということでやっていきましょう。いやー、もうちょい金いくらの投げるやつ練習しないとダメですね。唐突に投げた時は失敗しまくる。狙ってる時はちゃんとね、あの爆弾とかをやれるんだけど、テレビンとかでね、変に狙うよりも、棒立ちして狙うよりもワンパンできるんだったら費用対効果高いんだけど、外した時のリスクはねちょっと高いよね。あ、それよろしくね。さあ、できたくー、はい、します。えい、じゃあ私ちょっとここの場所で待ってればいいか。やっべえやついるわ。あ、やっべえうめえ人がいるわ。やっべえうめえ人がいるわ。あ、カモン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 。うますぎね、今の。よいしょ、あぶね、今レールに阻まれてひどいことになってる一瞬。ねえ、うーべえもの立ってるわ。あれまずい、あれまずい、これまずいよ。本来パシパシだったらそのままできないんだけど、ハンチャージみたいな感じでちょっと待つことで、オーケー、ありがとう。えっ、ベッどこだ。はい、ずれ、あ、外れ外れ、あ、バッティ生きてる。よくもやってくれたな。いって、いって、死ぬ死ぬ。片っ端が家へ帰る途中に引き殺されるところだった。危な、珍しすぎる。よいしょ。さあ、鉄板と柱か。
ぱい立つね。いっぱい立つな。なんかもう3歩を封印するかのように立つね、君たち。いや壁やっばっ。うわっしゅー、どえっちょっ、こちらちょっと上の方まで失礼いたします。ありがとうございました。あなたの役にごめん。よいしょ、どっちだ。私じゃねえな。ちょっと下げもらいますわ。このやつも反応する。1なのか。やべ、壊れた。バッカイ、ボムと間違えて投げたわ今。もったいねー、なんかもったいねーことをしてしまったんだ。ふっふっ、オッケー、49のヒン、イエーイ。この状態のイカって滑んないんだ。滑るっていうか金網の部分で普通に乗るんだ。初めて知った。金網だから普通に戻らずにボチャンと行くのかと思った。イカというかまたなんか特殊な感じなんだろうね。ジャンプのモーションがイカになるだけで多分判定は立ってるのとかとほぼ同じなんだろうな。さあということでナイス勝利でございました。一番の衝撃はやっぱりいや、いっぱいあった今回衝撃。おかしら鮭ギリギリで倒したのもそうだし、初手で人落ちたのもそうだったわ。今回はもう見どころ満載でしたね。やってるこっち側とすればハラハラドキドキ、ハラハラドキドキハラ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 みたいな感じだったけど、まあずっと楽しかった、楽しかったけど緊張感がやばかった、そんな印象でした。はい、ということでここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあねー。